どうも、みやです。どうも、あずみです。久しぶりに、はい、まあ、ちょっとあの対戦動画を撮ろうかなと。おお。やっぱり新環境前に。新環境、まあ、考察動画だけだとね、ちょっと若干飽きちゃうのかなと思うので、はい、まあ、ちょっと対戦、僕が今ランキング30位ぐらいに、35位ぐらいにいるんですけど、素晴らしい、まあ、そこまで使っているというか、今使っているデッキをちょっとご紹介させていただこうかなと、お願いします。思います。はい、レシピこちらになります。はい。アグロゼシカです。アグニ。アグニっていうのは、まあ、別のカードゲームで、まあ、知り合いがいるんですけど、めちゃくちゃ引きとプレイが上手い人がいるんですよ。なるほど。その人の名前をいただいて、まあ、僕も引きとプレイ上手くなりたいなと、ということで。はい。こんな感じです。ま、人玉とか影の騎士とか採用されてないんですよ。いないですね。だから大会用ではない、本当にランクマッチ用、ランクマッチ用のアグロゼシカだと思っていただいた方がいいですね。ブルーベリーノいるんですね。ブルーベリーノはマジでなんだろう、ドローできるし、うーん、意外に結構なんだろう、ブルーベリーノバールズブブって体力3だから、はい、あの若干弱いんじゃねえかって思う人がいると思うんですけど、まあ、これ連続して出したら処理しにくいじゃないですか。例えば、まあ、あとはテンションスキルを使った後に出したりとか、まあ、ブルーベリーのブルーベリーのって出したら結局もう 次まで使えないんで、なるほど、なんかそういう感じで、入ってます。でリーサルがすごい見やすいデッキなんで、かなりあの使いやすいデッキかなと思います。お、はい、楽しみです。はい、行きましょう。ましょう。ゴー。夢やゲームズ、さあ行きましょう。行きましょう。さあ私と勝負よ。アリーナっすね。なんかアリーナも最近多いんですよね。確かにアリーナも難しいリーダーではありますが、アリーナあれが強いっす。やっぱりキラーマシンでしっかり処理されながら、うん、ヤドウィートマジですちょっと強すぎません？あれ2ダメージ出して3号で2回攻撃ですからね。うん、本当弱いこと書いてないんですよ。強いことしか書いてないっていう。確かに、まあ、5コストですからね。うん、さあ4コスト3号だとして、4コスト3号 2回攻撃だとしても1コスト2点ダメージ与えられてるから、うん、全然十分ですよね。さあここは取ってくると、力の指輪使って取ってきましたね。はい、しっかり警戒してくると、これどうしよっかな。まあドローレバーが余るそうですね。うん、結局何でしたっけ、格闘パンサーとか1コス2チっていうステータスに上から取られないのがやっぱ優秀かなと。うん、ここはまず先ドローから、はい、ちょっと遅めのアリーナなんですかね。いや、あ、来ましたね。先にドローしたんじゃないですか。先ドローと、これ上から取っていったらいいかな、さすがに。ああ来た、これいいっすね。ハグレメタルいきますか。はい、テンションも上げときたい感じはあるんですよね。いや、さすがに上げたいきます。これ前列に置いておきましょう。まあ、奥くちで、うん、まあ、ストレートパンチはどっちに置いといても仕方ないんで、はい、後列に1点ダメージを与える奥くちケアで前列にはぐれメタルちゃんを、うん、コモン、まあ、アリーナ処理が強いですからね。はぐれメタルのさ、あれ難しかったんだろうね、この 3D。全然はぐれメタルっぽくないですよね、これ。めっちゃ難しそうっすよね。色がすごい。実際。ああ、おばけん引くか。うーん、じゃあ、おばけん前置いときます。難しいですね。まあ、でも絶対に取られますからね。まあ、でもこれ取りますか、取って、取っておばけん出しますか、盤面取りますか。なるほど。はい、でワタボを出して手札補充していこうかなと。うん、ワタボは相手は処理したいカードですね。はい、もうちょっとダメージ与えられれば、まあ、そうですね、打点手札から手札プラステンションで11点あるんで、あと10点削れれば OK。 竹槍兵があるんで、まあ、8点分の盤面を作れていれば13点出せると。はい、このハグリメタルでここはドロヌーバーを取ってくる。ってことはこのターンこっち帰ってきましたね。うん、間違いなく6点は刺さりますね。はい、ここでハグレメタルなどを引けるとめちゃくちゃ美味しいんですけど、シュッ、うん、もも悪くないっすね。まあ、これもガン攻めしますか。うん、
ガンガン行きましょう、ガンガンと。ガンガン行こうぜ。6点。テンション上げて、6点ダメージを与えていくと、はい、あと4点。シュッ。あ、キャンドル。ちょっと低すぎるかな。まあ、この辺でマミーとか引けとくと、バールゼブブマミーとか引けると、うん、まあ、バールゼブブ欲しいですね。打点調整がね、すごいしやすいので、このデッキのいいところって、僕みたいな下手くそでも使えるのかなっていう。あの、見えるんですよね、うん。見やすいんですよ、打点が。そのターンに入る打点がすごい見やすいんで。はいはい、全処理されなければでかいんですけどね、この盤面。そうですね。これ全処理はストレートパンチ2枚ぐらい。あとはまあ、あれか、オシバシメラゴーストですか。オッケー、来た。4点削れた。これはもう勝ちが見えましたね。でも確定ですね。勝ち確です。はい。いや、わかんない。まあ、回復がね、はい、ワンチャンスあるんで、どうしますか。一応これマミー放ります、はい、マミーでジャガーメージ止めて、でテンションプラスカウンターで、テンションじゃなくてワキャドでもいいかもしれないですね。なるほど、はい、次のターンテンションメラミメラゾーマ打てるんで、うん、はい、だったら盤面の打点を多くした方が良かったかもしれない。この時相手はやっぱりいつも僕アグロ相手にして思うのが、はい、メラゾーマ持ってってんだろうなーって思いながら、11点になった時にさ、ゼシカ相手に11点になった時の絶望感ったらなくないですか。いや、マジで。いやいやいや、どうせメラゾーマメラミあるんだろうとか思いながらシールド動画投げてますから、僕この盤面この盤面を作ったのに負けんのかよっていう風になりますよね。手札から飛んでくるのは強いですね、やっぱり、はい、まあこういうことで、はい、強い、しっかりしておるといいですね。やっぱ見やすい、あの初心者の方でも結構おすすめのデッキなのかなって、うん、いね、はい、思います。もう一度いきますか。いきましょう、はい、あー悔しい、あー悔しい、もう一度いきます。ミニハスですね。奇数ですかね、コントロールか、どっちかな。これ難しいとこだな。まあ、高校なんでね、メラゴース別にキープしてもね。そうなんですよ、竹有兵迷うんですよね。うん、僕竹有兵返してしまうはずね。メラゴースト、残ったメラゴーストに竹有兵つけて、うん、上から取れるとかができるとすごい強いんですけど、まあ返しましょうか。メラゴーストとはぐれメタルは一応カウンターになり得るカードなんで入れておきます。よいしょ、ドルネバーいいですね。まあ竹有兵よりは優秀かなと。はい、でガチャコック相手に刺さるサイレスもいるんで、うん、ここ1コスト引きたいユニット、はい、うん、オッケー、OK、でかい。板もぐ、これ板もぐって言われるの面白いですよね。私のターン、これだけだけど板もぐって呼んでるんですか。板もぐって呼んでます。板もぐちゃん、これ2枚飛んでくるのかな。いや、次メラゴースで殴るっていう作戦でしょう。オッケー、これはいい感じで、お返しができております。メラゴーステンションと、はい、メラゴーストから、テンションで、うん、まあ、ジャガーメージが来るんで、そろそろ次のターン若干考えもんではありますね。ユニットは並べにくい、まあ、並べにくいですけど、並べるしかなさそうな気もしますけど ね、まあ、ね、結局アグロに関してはもう顔面を削るしかないんで。そうですね、まあ、ここで例えばインキュバスが出てくるんだったらテンションメラゴースト、テンションメラゴーストあたりで、で、まあ、ドロヌーバー、おっと 2-2 ここでワンダフロ引いていきますね。いや、これはちょっと待って、これハグレメタルで取りたいもんだって。ハグレメタル取ったらアウトでしょ。でもえ、アウト、あー、そういうこと、モグラのね、うん、いやー、これめっちゃ難しくないですか。これ難しいな、逆に難しいよな、これ。なんかだったら普通にさ、テンションにとってハグメタで顔面ですかね。ああ、テンションにとって泥ヌーバテンションじゃないですか。いや、と思ったんですけど、うん、それと結局この2枚が、2枚というか、その僕ここ生かしたい感じあるじゃないですか。はい、なので泥ヌーバテンションで1上がるんで、いや、そうするとだからジャガーメージがぶち刺さるじゃないですか。ああ、モグラを生かしたいぞ。そう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 、なるほど、ああ、なるほど、まあ、ちょっと欲張りではあるんですけど、うん、ちょっと欲張りですね。まあ、でもこれが成功してた過程でいくと、うん、これなんですよね、僕的には。うん、なるほど、はい、まあ、これイタズラモグラの前に置いておいてもよかったっすね。イタズラモグラの前に置いておいた方がよかったっすね。ハグメタが飛んでくる可能性も、でもハグメタを飛んできても結局ステルスは関係ないんだけど、これジャガーメージ一応ケアしてできてると。うん、
いい気がする。これいいっすね、打点かなり稼げてますね。どんだけ偶数入れてんだよ。相手も欲張りさんですね。欲張りすぎじゃないですか。相手も欲張りさんでした。ちょっと待って、マジでなんかあれなんですけど、これだからジャガメ誘ってるんですよ。これまたハグメタで取ってドロヌーバでインキバス取ると、なるほどね、ジャガメが刺さっていく。なるほどね。どうしてもジャガメを刺したい。ジャガメ以上ぶち刺していきたいスタイルなのね。はい。うわー、これ難しいな。何が難しいんだって話ですけど、こんなもん顔いくしかないでしょ。だってすごいフェイスですね。だってジャガメ食らっても何でも見たくないでしょ。はいはい、テンション上げて、もうここまで来れば、ここまで来れば大丈夫です。もうモグラも大丈夫でしょう。はい。仕事したと、お疲れ様と言ってあげてください。もしジャガメが来た時には。サイレス出てきたらめっちゃ面白くないですか。なんなんですかね。あれ、何にすごいもうイライラしちゃったんですかね。竜王ですか。あ、竜王か。竜王があのタロットショットでもアルカナバーストでも取りづらいっていうあれじゃないですか。なるほどね。いや、これびっくりしましたよ俺。めくれた瞬間、サイレス出てきた瞬間、えっと思って。いやいや、ワンダフルも握ってますからね。しかも確かに、まあ、しかもこれ2体じゃないとこのハグレメタル取れないんで。しかもジャガメージ持ってなかったですね、うん、これ俺ハグレメタルを封印して2体でこの前列これ取った方が良かったと思うんですけどね、うん、まあそうですね、うん、ていうかそしたらもう2体取れますからね。取れますから、ちょっとあれですね、まあ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 、ミスプレイですね。ミスプレイって感じですね。まあ助けられてる部分はあるんで、はい、これは勝ち星につなげたい。はい、しっかり拾っていきたいですね。まあこんな感じ、もうなんだろう、序盤攻めてしっかり詰めれるかどうかみたいな、うん、まああと打点引ければね、うん、こっちはかなり有利なので。でマミもあるんで、やっぱ後半も結構しっかりと戦えるっていう感じですかね。はい、ここへアルカナバーストを多分次のターンマミに打たれると思うんですよ。うん、それはまあ、これはまあ顔いくじゃないですか。はい、その2体は顔で、顔で、こう盤面並べるのかどうかなんですよね。テンションで取って、まあそれでもありっすね。ここもマミー投げますけどね、僕は。まあ俺もマミー投げが丸いと思うんですけど、うん、だってもう手札で6点ありますからね。ハグメタメラゴーストテンションで6点。そうなんですよ。はい、なんでアルカナバースト打ってくる分にはもう3点残るんで勝ち見えてるんじゃないですか。そうしますか。はい、マミー強いな本当に。これにサイレス打ってくんじゃない。マミーが嫌なんじゃないですか。なるほど、はい、でサイレスで動けるようにして顔を攻撃したいみたいな、うん、あ、やばい、こうある、あ、ガチャコかと思うじゃないですか。あ、サイレス握ってるんですよ。あれ、タロットショットでしょ。タロットショットできましたね。これこうなると、まあ、若干の面倒くささはありますが、来た、で勝ちっすね。はい、ジャグレメタルを置いて、ハグメタメラゴ、テンションメラミと。はい、え、リサルじゃないですか。あ、違うか。え、6、リサルじゃないですか。リサルか。いや、リサルない、足りないでしょ。1点足りないでしょ。6、9っす。あ、あ、そっかそっか、はい、この1点あんのか。あい、危ねえ。これは、あの動画撮影してるとさ、考えることが多すぎて、俺メラゴーストを絡めないとリーサルないと思ってたら、そういえばここに1点残ってたんですね。ナイス、行きましょう。これ強い、いいっすね。意外に勝てますね、ランキングも。まあ、意外にっていうか、まあ、これで僕やってるんですって。まあこんな感じで大丈夫ですかね。はい、まあ、ちょっとアリーナとミニアっていう感じだったんですけど、うん、まあ、でも非常に強力なデッキになってますね。使いやすいですし、使いやすいんでね、うん、ぜひぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。なんか手札もね、そこまでね、アグロでしかって手札なくなって、もうどうすんだおいってなるときあるじゃないですか。、はい、それがなくなるんですよ。あのブルベリーノが入ってるんで、ブルベリーノ強いな、結構ぐるぐる回って、はい、今のブルベリーノそんなに見せられなかったんですけど、何らかの処理できないんですよね、あのカード難しい、まあ、処理なんだろう、使わせてから出すっていう感じ、テンションスキルを使わせてからブルベリーノ出すと、そこに結構アイデンティティを再現するんで、で手札はこっち増やしてて、相手はリソースを運んで、うん、かなり相手の手札を減らしながら自分は有利状況を作れるカードなのかなと思います。はい、はい、というわけで今日は僕が使っているアグロデシカを紹介させていただきました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。